ハリマ国分寺は、兵庫県姫路市三国の町国分寺にある新言州の寺院。三号和牛、道山。奈良時代に、聖武天皇の御琴のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、ハリマ国国部総寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、古代寺院跡であるハリマ国分寺跡と、ハリマ国部天寺跡についても解説する。 兵庫県南部、市川佐賀の歌手団球場に位置する。聖武天皇の御事の乗りで創建された国武装寺の後継寺院に相当し、原形台と重複して、旧国武装寺跡、北方約600メートルに国武デ寺跡、南に古代山陽道が通ったと推定されるほか、西約4キロメートルには、張馬国府推定地が所在する。この国分寺付近は、 大型前方公園墳の壇上山古墳に見られるように古くから一体の中心地であった。旧国分寺跡の推定地域は1921年3月3日に国の史跡に指定された。1968年には発掘調査が開始され、1991年までの13時に渡る調査により、近道、塔、坑道、総帽など多くの主要画覧の移行が判明している。 推定地域の北半分には、近世頃に再興された後継寺院が重複して建てられており、重複しない地域南半分が史跡公園、ふるさと歴史の広場として整備されている。なお、現在の地域は、国道2号と山陽本線、山陽新幹線に挟まれた位置にある。聖武天皇肖像創建は不詳。天平13年の国分寺昆流の御事のりの頃に、 創建されたとみられる。延長5年成立の演技式取税上では国分寺料として稲4万束が規定されている。出土河原によれば国分寺は平安時代末頃まで存続したと推測される。一方、国分天寺は13世紀初頭までの存続が推測される。10世紀には書領としての国分寺の記載が文書に参見される。 旧道山国分寺の縁起によれば、国分寺は戦国時代には荒廃していたが、天正15年に、豊臣秀吉から国分寺村337国の寄進を受けたという。また、慶長6年には姫路藩から30国の寄進を受け、道儀が再興されたとする。さらに寛永年間には姫路城下の池田、本田両家の菩提寺の王道が移されたといい。 現在に見る本堂がこれになると伝える。慶安元年には三大将軍、徳川家光から主因地として三十国の寄進を受けており、この主因地は幕末まで継続した。針馬国分寺跡前継中央に回廊で囲まれた近藤院。右奥の牛道山国分寺境内の位置に近藤跡、高堂跡が所在する。掃除跡は現国分寺と重複して立地する。 地域は片二丁と推定され、地域単では築地米が認められている。主要伽藍は南大門、中門、近道、高道、僧帽が南から一直線に廃されるとともに、地域南東隅には塔が廃される東大寺式伽藍配置である。主な伽藍の基段は現在までに整備されている。移行の詳細は次の通り。近道後等後地域からは、河原、 はじき、杖液が大量に出土したほか、国産製油陶器、貿易陶磁器、黒色土器、河原木、風あざすずり、土水、線、混同性水煙マガタ玉、旧古歯口、鉄、銅製品、鉄紙、砥石、骨なども出土している。以上の出土遺物などにより、平安時代末頃までの存続が推測される。ハリマ国部アマデラーと石飛混同跡付近に所在する。 アマデラ跡は、掃除跡の北方約600メートルに位置する。かつては、ビシャモン廃寺と称された。地域は、東西約134メートル、南北約180メートルと推定され、地域端では、築地米が認められている。主要画覧は、南門、中門、近道、高道が、南から一直線に廃されたと見られる。移行の詳細は次の通り。以上のほか、 井戸二期、掘ったて柱建物二棟なども検出されている。また地域からは、恥木、栖木をはじめ、国産石油陶器、貿易陶磁器、黒色土器、瓦器、聖塩土器、天葉硯、旧古歯口、砥石、スリー石、漆湾、和毛物、櫛などが出土している。以上の出土遺物などにより、13世紀初頭頃までの存続が推測される。 なお特徴時の自伝によれば、同時は、国分天寺の後継時、所在地交通アクセス周辺ハリマ国分寺跡に関するカテゴリー、ハリマ国分天寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。